ある状況っていうことで、そうですね、なんていうか、ヘリっていうか、うん、なんか意識の、なんか深い音ですね。これ同じ、3部号なんで、3つの世界っていうのは、3部号で絡みに行くんですけど、2番の、あれが、2人の男が、竿だけの上端をそれぞれ持ち、その竿を時計回りにひねり合う。これが竿だけ相撲だ。竿だけといっても素材は硬質で軽量なジュラルミンが用いられる。竿が長くなるほど、純粋さを増す不可視の回転運動。皮を挟んで行われる公式戦では、互いの表情の素材が高く、二人は万世で張り合うことをやめる。どちらかの手から竿がこぼれ、地面に落下、乾いた音を立て、勝負が決まる。バーガータイムっていう、ああ これに限らないかもしれない。せっかくだからロール。間もなく水平にナイフを入れられることになる。パンの焼き上がりを知らせるベルが鳴る。熱気とともに早くも立ち込める、焼けたごまの香ばしい匂い。カジノチップのように整えられた食材も今やお寿司と間違えている。昨日より美味しく作りたい。バーガーか。バーガータイム、月を見ながら食事をするなんて、平安貴族でもあるまいし、悪くないバーガータイム。ヒントは盛り付けにあった。経験と、知識と経験、手際の良さ。トマトとオニオンが滑り込む。レタスを軽くプレス。最後にパンのクラウンを乗せ、撫でるように安定を確かめる。とかな、そういう結構いい。ってことは全部オリジナル。まあ、もちろんですよ、ね。はい、オリジナルで、かつ、なんていうか、初めてそういう、こういう。普段そんなことばっかり思ってる。普段言っちゃうから。いやでも書くのは大事だな、大切だなと思いました。そのテキストとね、まあセッションみたいなことじゃないですか。そうですね、それはどうですか、やってみて何か。もうちょっとやるなと。何よりも僕が見えなかったっていうのが残念。あ、それでもパフォーマンスってそういうもんだよね。そうですね。これ自分でやるときはすごい楽しかった。自分でやる以上も永遠に見れない。あ、でも鏡で見てたわ。あ、ほんま。鏡で見てた。ここに、鏡があって、それで電光掲示板見ながら演奏してたんです。うん、それをだからどういうのが今流れてるかっていうのを確認しながら、だから直接は見ないようにしてた。そうですね。まあ三月も。あ、三月三月してる。じゃあ最後なんですけど、今回のというよりも、これまでの仕事も含めて、高橋君は自身で、自分の作品は、まあ、コンテクストが重要なんだという言い方をしたことがあったんですが、コンテクスチャリズムみたいな、コンテクスチャリズムというような言い方をしていたんですが、何か今日やったことも含めて、まあ、テキストに挑戦したことも含めて、はい、そのコンテクストということをお返し、説明して。
公衆倫理。分かりやすい具体例みたいな。戦争は良くないですみたいなとか。そうね。具体というかマナーとかも、ね。いいんですかね。具体というとマナーっていう。マナー。まあ倫理がまあ必ずしも個人で完結するものではない。まあ道徳って言っちゃうとだいぶ。中にはやっぱり作家だとかミュージシャンとか何でもそうか、割とものすごい自我が強くて、すごい簡単に言うからも自我が強くて、もう何を犠牲にしてもそれを実行するみたいな趣味が全くないっていう自覚があるんですよ、なので。外に、高橋君が見たそういう公衆倫理と呼んでるようなものを作品を通して示そうとしてるってこと、それともまた別種の意識してるんだよ。